横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対中日ドラゴンズ2回戦の模様をお送りいたします。ベイスターズの先発はルーキーの東、対するドラゴンズの先発は右の小熊、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。ルーキーの東、マウンドに上がりました。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは平田。第9チェンジアップはストライク、タイミング合いません。初球空振りから打ちました。大和取った、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番京田。京田背番号51。第9投げました、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。第2球投げました、打ちました、ライト前進、ヒットになります。強打、ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは3番大島。第9、一塁ランナー出た、二塁送球はどうだ、これは楽々セーフ、盗塁成功です。強打、今シーズン2個目の盗塁を決めています。二塁へ牽制を送ります、タッチはセーフ、二塁はセーフ、もう第3球を投げました、3球目ストライク。投球これから4球目、4球目空振り、追い込んで第5球膝元、空振り三振、最後は直球、力でねじ伏せました。では改めてリプレイ。第9アウトローを見送ってストライク、まずは入れてきました。初球ストライクから第2球打った、これはライトフライになった、掴んでこれで3アウトになります。リプレイをご覧ください。結局2塁残塁で終了です。ドラゴンズ初回は0点に終わっています。右の小熊登板です。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは大和、打ちました、初球打ち、1、2塁間への当たり、抜けた、大和いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。初球空振り、少し迷ったか。第2球1塁ランナー走った、キャッチャー2塁送球間に合うか、盗塁を許します。大和今シーズン4個目の盗塁を決めています。第3球を投げました、マシンで捉えた、ショートから一塁送球アウト、宮崎いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。振り返って二塁牽制球、第2球投げた、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、一つ外してボール。第4球を投げた、流し打ち、打球はライト右へ、アルボール、二塁牽制、二塁タッチはセーフ、投げた、ストレートはボール、投げた、打ちました、破った、ライトバックホーム外、ナイスバッティングです。ドラゴンズなおもピンチが続きます。投げました、初球打ち、破った、ベイスターズまずは1点先制、筒香タイムリーツーベース、ドラゴンズなおもピンチが続きます。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バッターは5番桑原。小熊、ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。さあ、次の投球、低め見送ってストライク、これで追い込みました。追い込んでから投げました、1球外したボール。第4球を投げました、危ない球。さあ、投球は5球目、インコース低めいっぱい、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった、初球見送ってストライク、1球目ストライクから2球目ストライク。第3球を投げました、1球外してボール。
第4球はボール。次は5球目、投げました、ボール。さあ6球目、投げた、打った、小熊、これは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。1回の裏が終わりまして1対0、ドラゴンズ先制点を奪われています。2回の表、1点を追いかけます、ドラゴンズの攻撃。先頭バッターはアルモンテ。第2球、投げた、危ない球、投げた、内角に送ってストライク、追い込んでいます。追い込んで第4球を打った、当たりだ、クリーンヒット、アルモンテいいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。投げた、初球はチェンジアップ、空振り、タイミング合いません。1球目空振りから、あーっとショーフライになった、ファールグラウンドで取りました、送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げた、初球空振り、チェンジアップに全くタイミングが合いません。第2球投げました、打った、痛烈な当たり、ショートライナー、これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。松井正人、ボール。第2球投げました、外角高め、空振り。投球はこれから3球目、インコース低め、外れてボール。投球これから4球目、打った、外、余裕があります、勝って、これで3アウトチェンジ。一塁ランナーアルモンテ残塁に終わりました。2回の表が終わって1対0、ベイスターズ1点リードは変わりません。2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは伊藤。第2球投げました、カーブはボール、投げました、ボール。第4球を投げました、直球空振り、タイミング合いません。次は5球目、打ちました、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには柴、第9ストライク、第2球投げた、打ちました、強打、下がっていった、ヒット、柴田ナイスバッティングです。バッターはピッチャー安住、第9投げた、初球から送ってきました、ピッチャー前に転がした、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。2回の裏が終わりまして1対0、ベイスターズこの回0点に終わっています。ドラゴンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー小熊、ファール。さあ次の投球、打ちました、打球は三遊間へ、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って平田、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。投球これから2球目、内角高め、見送ってストライク、投げた、低めストライク。第4球を投げた、打った、1、2塁間の打球抜けた、平田いいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。第9外れた、ボール。第2球投げた、直球ストライク、インコースへ。第3球を投げました、見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、打ちました、1、2塁間のゴロ、2塁へ送る、セカンドフォースアウト、セーフ、ダブルプレーはなりません。左バッターボックスは3番大島、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。初球はチェンジアップ、空振り、少し迷ったか、一塁牽制球を送ります、タッチセーフ、変化球ストライク、インコースへ。
一塁へ牽制球を送ります。もう一回一塁へ牽制球、東再三ランナーを牽制します。打った、流し打ち、宮崎うまくさばいています。スリーアウトチェンジ、一塁ランナー残塁です。3回の表が終わって1対0、ベイスターズ1点リードは変わりません。ベイスターズこの回1番からの好打順になります。トップバッターは山田、ストライク、初球ストライクから直球見送ってストライク、さあ2ストライクと追い込んだ。第3球危ない球、第4球を投げました、空振り三振。バッターは2番宮崎、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ボール、さあ次の投球ストレート見送ってストライク、第3球を投げました、打ちました、痛烈、伸びた、伸びていった、ライトセンター見送った、ホームラン、今シーズン第2号ソロホームラン、右中間スタンドへ吸い込まれていった、ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。さあリプレイです。バッターは3番ソト、第1球まっすぐ見送ってストライク、第2球投げた、打ちました、レフトへのフライだ、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番筒香、通算150号本塁打まであと8本としています。今日2度目のバッターボックス、1球目ストライクから外角低めいっぱいストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、ボール、アウトローへ、第4球を投げた、打ちました、1、2塁間の当たり、高橋ボールを取る、アウト、スリーアウトチェンジ。横浜スタジアムからお送りしております。横浜 DeNA ベイスターズ対中日ドラゴンズ、序盤終了しまして2対0、ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターはビシエド、第1打席はライトフライに倒れています。第2球投げた、ボール、第3球を投げた、ストライク、膝元厳しい球でした、追い込んでいます。次が4球目、投げました、打った、ライトへの浅いフライになった、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番アルモンテ、これが2度目のバッターボックス、インハイ見送ってストライク、いきなり150キロ、初球ストライクから流し打ち、どうだ、ファーストの左、佐野そのままベースを踏んで2アウト、左対左の勝負になります。第1打席はファールフライに倒れています。初球空振りからチェンジアップ見送ってストライク、第3球を投げました、内角低め、直球は外れてボール、投げました、ボール、次は5球目、149キロ直球、空振り三振、最後はスイングアウトの三振に倒れました。4回の表が終わって2対0、ベイスターズ2点リードは変わりません。4回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは桑原、第2球投げました、低めの球空振り、第3球を投げました、ボール、さあ4球目、低め、外れてボール、投げた、ストライク、第6球を投げた、ここはフォアボールになります。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。第9球桑原スタート、これはストライク、盗塁を許します。桑原今シーズン6個目の盗塁を決めています。第2球バントした、ピッチャーの左へ転がした、掴んだ、一塁送球アウト、ランナー三塁に進みました。ドラゴンズなおもピンチが続きます。初球打った、行ったか、どうだ、入るか、三塁ランナーはホームへ、ベイスターズ1点入りました、3対0。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。
左バッターボックスは柴田。第1球投げた、初球はストライク。まずは決めてきました。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、見送ってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球は打ちました、あっと引っ掛けた、ビシエド掴んだ、小熊取ってアウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。バッターはピッチャー、はい、さあ次の投球、低め際どいボール。第3球を投げた、ストレートはボール、内角高め。第4球を投げました、スライダー決まってストライク。第5球投げました、外角ボール。第6球は内角高め、空振り三振。4回までが終了しまして3対0、小熊この回さらに1点を失いました。5回の表3点を追いかけますドラゴンズの攻撃。この回のトップバッターは福田。最初のバッターボックスはショートライナー、初球打ち引っ張った、レフト前ヒット、福田ナイスバッティングです。バッターは8番松井。第1打席はライトフライに倒れています。第2球投げました、2球目ストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました、ボール。投げました、打った。第5球投げた、ボール。さあ6球目、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターはピッチャー小熊、投げた、あーっとショーフライになった。佐野掴みました、送りバント失敗、これで2アウト、ランナーは1人変わりません。さあ次の投球、真ん中に決まった、ストライク。もう追い込んでいます。追い込んでから投げた、一つ外した、ボール。投げた、インコース引っ張った、打球はレフトへ、これはヒットになります。福田二塁回った、福田三塁でストーク。平田いいバッティングを見せました。ピンチを広げています。第1球直球見送ってストライク。さあ次の投球、スライダーボール。第3球ストレート見送ってストライク。一塁牽制、一塁タッチセーフ。第4球を投げた、外のボール引っ掛けた、ライト方向へ持っていきましたが取りました、これで3アウト。リプレイをご覧ください。ランナー2人残塁です。5回の表が終わって3対0、ベイスターズ3点リードは変わりません。ベイスターズこの回は打順よく1番からの攻撃、トップバッターは山。さあ次の投球、外外れてボール。投げました、打ちました、ライトへ飛んだ、ヒット。山のナイスバッティングです。バッターは2番宮崎、これが3度目のバッターボックス。初球決まってストライク。第2球大和走った、投球ストライク、ボールを2塁へ、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。先ほどのプレーです。第3球を投げました、打った、センター前進、大島取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番外、第1球投げました、バッターの足元。第2球投げました、まっすぐ見送ってストライク。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げた、決まってストライク。追い込んで第5球打ちました、切れていきます、ファール。さあ6球目投げた、流し打ち、ライトの右、ファールボール。第7球を投げた、外角低め、見逃し三振。5回の裏が終わりまして3対0、ベイスターズこの回無得点です。試合は後半6回に入ります。
この回の先頭バッターは大島。今日は三振とサードゴロ。初球スライダー空振り。1球目空振りから打ちました。いい当たり、クリーンヒット。打球が転がっている。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。大島ツーベース。さあなんとか追い上げたい場面でバッタービシエド。初球外れてボール。第2球投げた、決まってストライク。第3球を投げた、見送ってストライク。追い込んでいます。投球これから4球目。これはいい当たりだ。いった、一直線、入った入った、ホームラン。ビシエドようやく今シーズン第1号ツーランホームラン。白球は無情にもスタンドへ。ストレートを完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。ビシエドの見事なホームランでした。さあリプレイです。右のバッターボックスは5番アルモンテ。第1球投げました。初球見送ってストライク。第2球、2球目ストライク。第3球、148キロ直球、空振り三振。東ナイスピッチング。初球はストライク。まずは入れてきました。1球目ストライクから第2球打ちました。1、2塁間、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番福田。今日3打席目。第1球、危ない球。第2球投げました。外はいっぱい、決まってストライク。第3球を投げました。決まったストライク。追い込んでから第4球をチェンジアップはボール。投げました。150キロ直球、空振り三振。三振に切って取りました。6回の表が終わって3対2、ドラゴンズようやく2点を返しています。6回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは筒香。投げました。インハイ際どい球、ボール。第3球打った、打球はショートの右、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番桑原。今日は三振とフォアボール。投げた、初球カーブは空振り。タイミング合いません。第2球投げた、真ん中ストライク。これで追い込みました。追い込んで投げた、もう。第4球を投げた、打ちました。ショートバウンド取った。高梨軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは6番佐野。投げた、ストライク。バットが空を切りました。さあ次の投球、見送ってボール。第3球を投げました、ボール。第4球はカーブは空振り。第5球投げました、直球、空振り三振。バットが空を切りました。横浜スタジアムからお送りしております。横浜 DeNA ベイスターズ対中日ドラゴンズ、中盤まで終了しまして、まず降板。マウンド上ピッチャーはパッド。今日2人目のピッチャーとして登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。第9球投げました、見送ってストライク。第2球投げました、スライダー見送ってストライク。第3球を投げました、打った、打球はライトへ、ヒット。藤井、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。代打は亀澤。第1球投げた、ストレートはボール。第2球アウトコース高め、外れてボール。第3球はバントしました、ピッチャーの右へ転がした。一塁送球、アウト。ランナー二塁に進みました。ベイスターズ同点のピンチを迎えます。
第2球投げた、見送ってストライク。セカンド牽制球です。二塁タッチセーフ。投げた、危ない球。さあ4球目打った、ライトへ上がった、取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。バッターは2番京田、今日はここまで3打数1安打。第9投げた、縦のスライダー決まってストライク。第2球投げた、ストライク。セカンド牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。打ちました、センターフライ、飛距離は出て取ってアウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。得点圏にランナーを送りましたが同点には至りませんでした。7回の表が終わって3対2、ベイスターズ1点リードは小熊降板、右の佐藤今日2番手としてマウンドに上がります。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9初球を打ちました、レフト方向へ持っていきました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打梶谷、ベイスターズ代打構成に出ます。第9投げました、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。初球空振りから第2球、危ない球。第3球を投げました、スライダーボール。第4球を投げました、内角高め、フォークは外れてボール。投球これから5球目、変化球外れた、フォアボール。ピンチヒッターは関根、ベイスターズ続けざまに代打を起用してきます。第9完全に外れた、フォーク。一塁ランナー出た、キャッチャー二塁へ送球、キャッチはアウト、盗塁を阻止しました。リプレイをご覧ください。第3球は見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んでから第4球を空振り三振。7回の裏が終わりまして3対2、ベイスターズラッキーセブンの攻撃はゼロで終わりました。パッド降板、左の石田今日3人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9初球空振り、1球目空振りから投げました、打ちました、ライナー破った、ライト前ヒット、大島ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは4番ビシエド、今日はツーランホームランを打っています。さあ次の投球、2球目ストライク。第3球を投げました、スローカーブ見送ってストライク。投球これから4球目外れた、ボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第5球投げた、打ちました。第6球を投げた、146キロ速球、空振り三振、三振に仕留めました。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。投げた、初球決まってストライク。さあ次の投球、一塁ランナー走った、これは悠々セーフ、盗塁成功です。大島今シーズン2個目の盗塁を決めています。ベイスターズ外野は浅めの守備を取ります。第4球を投げた、危ない球。第5球投げた、真ん中空振り三振、2者連続三振でピンチをしのぎます。見送ってボール、投げました、アウトロー際どい球、ボール。第3球を投げました、サークルチェンジ見送ってストライク。第4球を投げました、打ちました、ファール。第5球投げました、初球見逃し三振、ギリギリのところに決まった。
先ほどのプレーです。ここはピッチャーに軍配が上がりました。8回の表が終わって3対2ベイスターズ1点リードは変わりません。佐藤降板、マウンドに上がったのは祖父江。今日3番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9球投げました。初球外れても、第2球投げた、外際どいボール。第3球は3球目空振り。さあ4球目打った、流し打ち、ビシエドうまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番宮崎、今日はホームランを打っています。投げた、もう第2球投げた、速球ストライク、インローへ。第3球を投げた、外角高め、スライダーは外れてボール。投球これから4球目、外れた、ボール。投げた、5球目ストライク。投げました、打った、左中間へ持っていきましたが取りました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスには外、今日4度目のバッターボックス。低めいっぱい、ストライク。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、内角、ボール。投げました、打ちました、ライト前に出る、右中間掴んで、これで3アウトになります。祖父江、上位打線を三者凡退に仕留めています。8回までが終了しまして3対2ベイスターズ無得点で終了です。西田降板、そしてマウンド上はクローザー山崎。最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。通算100セーブまであと2つとしています。第9投げました、初球に送ってストライク、伸びのあるストレート。投球これから2球目、打った、外、ボールを掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは8番竹山、第9球見送ってボール。第2球投げた、ストライク。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、決まってストライク。第6球を投げた、打ちました、山バックしていった、ここは慎重にボールを取りました。ベイスターズ勝利目前。左バッターボックスは9番亀澤、スタンドからは必死の声援が続いています。第2球投げました、ストレート空振り。投球は3球目投げました、スライダー、ボール。投げました、打ちました、ファールボール。第5球投げました、打った、ヤマト交代、ヒットになります。亀澤いいバッティングを見せました。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。打順はトップに帰って平田、第9球決まった、ストライク。まずは決めてきました。第2球投げました、ボール。アウトコース低め。第3球を投げた、内角高めいっぱい、ストライク。さあ次の1球が最後となるか。第4球を投げた、完全に外れた、ボール。一塁牽制球を送ります、タッチセーフ、打ちました。第6球は打った、1、2塁間へ、外、取った、一塁送球、アウト。試合終了、ベイスターズ1点差で逃げ切りました。さあ本日の
のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は3対2ベイスターズ僅差で勝利しています。勝利投手は東、敗戦投手は小熊、そして西武は山崎。ベイスターズ今日はなんとか逃げ切ることができました。この流れで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で横浜スタジアムからお伝えしました。